確かに見えないね。なんか変なもの描いちゃいそう。久しぶりだな、少年。息災か？なお兄さん、知ってる人？今日は様子を見に来たのだが、なかなか効果的に働いているようだ。やはり君の目は生半可なものではないな。あれにそんな力はない。その子が例の娘か。その娘にまつわる噂を耳にした。確かに念は娘に絡みついているな。念がなぜ発生したか、それを考えればわかる。無から生まれる念はない。その娘もわかっているのではないか。己にまとわりついているものが何なのか、少年も気づいていてもおかしくなかろう。真理をつかみたいならば、目をそらさずに物事を見よ。少年、君はもう知ったはずだ。念は日を置けば置くほど強くなる。娘が連れ去られる日も遠くはないぞ。Thank you.
忘れるな少年。その娘がいる以上、念が自然に薄れたり消えたりすることはない。今程度の結界では防げなくなる日が必ず来る。娘一人で住むか、すべてを飲み込むか、それは彼女次第だ。さらばだ少年。待っててくれていいんだから。いやいや、ここはやっぱりお手伝いさせてくださいな。いつもやってるからなんか落ち着かないっていうか。それにこう見えてもお味噌汁得意ですよ。そう、
たは待ってなさい。さあ、行くわよ、りんちゃん。どうしよう、お野菜一緒に刻んでたの、そしたら急に倒れて、どうしよう。何も、本当に急に、どうしよう、なお。私も行く。Thank you.
リン。わかってる、来たまえ。さあ、そこにリンを寝かせて。倒れる前、何かおかしな素振りは、頭を打ったりは。そうか。よし、呼吸と脈拍が低下しているが、眠っているのとほとんど変わりない。大丈夫だ、命に別状はない。心配をかけたようだね。しかし、よかった。さっき君がリンを連れてきた時は、正直言って血の気が引く思いだった。本当によかった。それを言うなら、私だっていつも通りだと思っていたから送り出したんだ。まったく、いい加減な父親だ。ありがとう。ああ、どうか皆さんにはお世話になった旨お伝えしてくれないか。いずれお礼を言いにお伺いすると。
なぜ邪魔をするの。いいわ、私のもの、そう決まっているの。直也か？入るがいい。ずいぶん単刀直入だな。話が早くていいが。なんだ？言ってみたまえ。人々を傷つけているのは優しかった母なのだと。
ても口にはできなかろう。それに自分でも信じたくないという思いもあろうしな。痛々しい話でもあるが、リンが目を覚ましたら訪ねてみなくてはいけないぞ。悲しいが、死んだ人には生きてる時の理屈は通用しないからな。そうだろうな。話していてもやりきれない。だがやらねばならないぞ。リンのためにも、そして千鶴を救ってやるためにも。醜い妄衆からは解放してやらねば。いつまでたっても死者の権利である永遠の安らぎを手にすることはできない。それにたとえ娘を手に入れたとて、行き先は地獄だ。優しかった女性に娘を殺すという罪を犯させたくないならば、そして真の意味で凛を救ってやりたいなら、ここで躊躇しているわけにはいかないぞ。私が飼っているものとは違うが、この世ならざる者が相手という意味では仕事の一環と言えなくもないからな。おやすみ直也、良い夢を。